はい、毎日学習館林です。福岡記者の真子です。よろしくお願いします。今日はあの楠本先生っていうことでやっていければなと思うんですけど、よろしくお願いします。で、楠本先生どういうことをやってるかっていうと、まあなんかその車載カメラとかあのそのあたりのことをやってるんですけど、まあこの車載生産の話とかはあのまあ、上原先生とかもやったので、まあ、そのあたりの話になってくるのかなと思うんですけど、車載カメラ、まあ車載カメラであのだから結構こうなんて言うんだろう、これからこういうテクノロジーが出てくるかなとかってふと思うのは、あの Google マップのストリートビューってあるじゃないですか。で、あのストリートビューってあのまあまあ古い情報が、まあまあ古いなと思って、そのなんて言うんだろう、ストリートビュー、例えば私今晩沖縄泊まるんですけど、あの1週間ぐらい、24から2日ぐらいかな、あの沖縄に行くんですけど、あの友達がいたりとかってちょっと仕事の関係者がいて、でそう往復で1万3000円とかあったんで、もう取っちゃって、それで1泊2000円ぐらいでワンルームのマンション借りてるんですよ、沖縄で、あの国際通りの近くに。でそこのそのなんて言うんだろう、見ようと思ってちょっと見たらストリートビューないんですよ。でもエアビーで見たら確実にあるから、あってことは最近できたマンションなんだねみたいな、新築って書いてあったんで、新築のマンションなんだねっていうことがまあ分かってよかったんですけど、なんて言うんだろう、多分すごいこれからそのストリートビューの取り方とかも変わってくるだろうなと思うのは、本当にそれこそその Google とかが車を、まあ、車に出すかどうか分かんないけど、まあ、あの要はスマホとかと同じで端末は出さなくて OS だけ出すって形になる可能性が多分 Google は高いかなと思ったんですけど、その Google の例えばその OS がこう車に入った時に、その Google の OS がこう車に入った時にどういうことが起きるかなってことを考えたら、その車はどうなんだろう、多分その今スマホにもカメラが全部入ってるように、車にももうなんかある種もう最初から多分普通にこう普通にこうカメラが入ってる、あとネットにつなげるっていう状況に多分なってると思うんですよね。あの Google OS が車に入った時の状況として、でその時に結構そのストリートビューみたいなのがもう半ばリアルタイムになるのかなっていう、そのだからいわゆる通行量がある程度あるその道路に関してはほぼほぼリアルタイムでそこの風景が見れるようになるのかなと思ってて、その辺ってどう思います？でもすごく便利ですよね。ありそうだなっていう感じは、あタイは本当そうだ、まあ、渋滞は多分あの今もうこれであの渋滞情報とかはあるから別にそんなに渋滞に関してはあれなんだけど、渋滞情報多分見るよ。だから渋滞に関しては多分そんなに今の段階でそんな不具合はないかなと思うんだけど、多分リアルタイムでどうなってるかが見れるっていうのは多分すごく大きいのかなとは思ってて、それでこうリアルタイムでどうなってるかっていうのが見えることによって多分相当こう状況があの変わってくる部分ってやっぱあると思うんですよ。だからその辺は多分すごくこれからあのまあ状況としてはこう変わってくる部分なのかなとか、あとそのなんだろう、リアルタイムでこうまあ本当にあの中がもうリアルタイムでこう見えるようになったりとか、あるいは本当にほぼリアルタイムで見えるようになった時に、なんて言うんだろう、どういうふうなことが分かるようになるかなっていうのをちょっと考えてみようっていうところで言うと、ただそのいわゆるその時にはもう顔認証とかあと画像認証みたいなのが相当できなってくると思うから、いわゆるその行列ができてる店でどれぐらい行列ができてるかとかもある程度分かるなのかなと思うんですよ。どれぐらいのスピードでその車が走ってるかによっても違うし、あとその、スピード速くやった時にどれぐらいの感じでこうそのカメラで撮れてるかみたいな問題もあるから、考えなきゃいけないことはいっぱいあると思うんだけど、多分その行列がどれぐらいできてるかとかってのは分かるから、まあ、時間の自由があっても聞く人だったら行列がない時に確認していくってことも多分できないと思うし、例えばあのスタミナ園っていう店が足立区にあって、あの鹿浜かどこにあるんですけど、私行きたいなってずっと思っててなかなかでも行けてないのはそこ予約取れないんですよ、で並ばなきゃいけないんで並ぶの嫌だなと思ってなかなか行けてないんですけど、そういうのがあったら結構タクシーとかでこう、ちょっと渋滞ない時にこうパッと行こうかとか全然できるし、新しい道って多分そこ生まれると思うんですよ。で東京に住んでて思うのはやっぱりそういう部分、その渋滞っていうことに関して
思う部分は相当あるし、あとはそうだな、他何か今自分なりに見ててこういうところがちょっとこれから変わってくるだろうなとか思う部分とかって何かあります？電車とかも知りたいですか？ああ電車ね、電車はどうなんだろうね、まあ、車とはちょっと違うんだけど、まあ 電車難しいよね。だからさ、結構その顔とかが映っちゃうから個人情報みたいな話もあるしさ、だからそこがどうなのか、個人情報は多分うまく抜く形に、ストリートビューとかも人の顔とか出てきたら基本的にぼかしてるから、その、まあ、電車もそういうふうになるのかなと思ったりはするんだけど、まあ、電車は本当に多分その情報の匿名化っていうところに相当気を使わないとなかなか多分進んだりはいかないかなっていう感じはあって、その辺なんかはちょっとかなり違うかなと思うんですけど、まあ、そういうところを見ていくっていうのは多分考え方としては全然ありなのかなっていうふうに思ったりはするんですよね。なのでちょっとその辺は考えてみてもいいのかなと思います。よろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。下の概要欄から LINE アットでですね、特価無料相談、特価無料添削受けたまっております。高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。動画最後までご覧いただきましてありがとうございました。